はい、どうもニャス。結構ね、手元動画やってくれってコメントすごい多かったんで、今回なんとリクエストにお答えして、はい、20万のカメラ買いました。これ手元動画のためだけに20万のカメラ買って今撮ってます。最高画質でお届けするんで、そこのところお願いしますってことで、いこうか。じゃあ、まあ、普段ね、僕10本指でやってるんで、なかなかね、普段10本指の映像見せることないと思うんだけど、ちょっとね、いろいろ解説しながらやっていこうかな。じゃあ、緊張するな。半分なんかこれね、実写みたいなもんだから。しかも今僕これ下半身すっぽんぽんなんですよ。全裸なんですよね、僕。上着だけちょっと全裸まずいなと思って今着てるんだけど、もう半分全裸でやってる状態で、こうなんか物事を喋るって、これすごい緊張するんですよ。まあ軽く説明しましょうか。主に左手のこの小指がキャラコンです。で、左手親指がこの武器の切り替え、その他もろもろ。さらに、ここに一回こうキュッキュッってやるとわかるかな。これやる場合が多いんだけど、若干左向くじゃん。これで視野交換だったり、人差し指でこう視野をね、広げたりします。で、右手何に使うのって、主にこの右手中指がこのエイムよ。で、この左手薬指がでこうタップで銃打てるんで、本来ね。で、この右手薬指で、スコープします。で、小指で大体こうリンする場合が多いかな。うん。で、ジャンプ親指。で、大体人差し指とこっちでこう調整したりしますね。リロードするときは若干親指こう下にシュッシュッシュッってやる感じかな。うん。で、こういう風にやって、まあ、10本指って言われてます、オニアは。多分、10本指で日本でこんだけ僕ぐらい上手いプレイヤーは、いないんじゃないかな。大体みんな10本に従らないんですよね。不思議なもんで。あー、これ行き先壁でいいね。なんで10本にしないんだろうね。だって人間の指って、5本5本で10本あるわけじゃん。神が必要としてね、10本でなったわけですよ。なのになんかこう2本指とか3本指ってちょっとね、もったいない、合理性にかなってないかなと思っちゃう。明らかに指多い方が有利なんだから、そこでやった方がね、いいんじゃないかと僕はあくまで一個人としてそう思いますね。うん。ただまあ慣れるのちょっと難しいかな、10本指は。本当にここだけ、まあ、皆さん注意してほしい。いきなりやろうとすると10本指って大体うまくいかないから、結構ね練習してほしいかなと。よし、早くももう激戦区の予兆出てるね。どう？周りの感じは。ああ、まあ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 。いない。まあ、こっちの家取っちゃおうか。この青い家だいたい武器多いんで、ここでもうね、速攻技見せるんで、よろしく、そこのほうよろしく。オーニアス、行ってみましょうか。ちゃんと開けていって、はいはいはい。ああ、なるほどなるほどね。あ、なんもない。いや、ゴミだなー。相変わらずこの所定武器がちゃうのさ。ほん。くだらんくだらんくだらん。マジくだらんぞ、お前それ。お前それ。お前マジでくだらないです。それ、やれ祈った後はちょっと諦めずにね、まだ相変わらず探っていくんですが、よしよし、これちゃんと、ちゃんと、まだね、諦めずに、全然諦めることはないんでね、また小屋ことというゲーム、諦めるには早い、うん、祈るにはまだ、OK、これでこれでこれで、これちゃんとこれで、なかったことにする、ちゃんとなかったことにするんだよね、相手の死角を作って、これがこのデッドバイデイライトっていうゲームの基本ですから、相手の移動する死角をついて、あ、もうこれ今、いや、ただまだね、武器の、あれがある可能性あるんで、ちゃんと、そう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 、ちゃんと車線、相手の車線切って、武器が、武器が、武器が、これはちょっとこっそり逃げると、これも10本指の特権だよね。この広い視野を持ってして、ま、そう広い視野を持ってして、そう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 、こう速やかに、こういうゲームなんで10本指って、ここでちゃんと手話シュッと一瞬煽って裏を見て、このショットガンが入ってる可能性がないと、あ、祈るんですよね、これ。ああ無理だろ、もうこれ、何なんだよ、この武器率のなさ。だんだん、誰だよ、お前。やりすいません、実は2本指でした。オニアです、お願いします。あー、武器が終わった、やばい、これやばい、バカ、ボール持ってどうすんの、お前。あー、間に合ってくれ、そこの魂の M よ、行くぞ。
これおれまあ、こんなもんじゃねえ。こんなもんじゃねえぞ、魂の M4 は。おいおいおい。オーケープレイ！あとまだおるべ、まだおるべ。たま21、いける。あー、取られるが、まあ、いったんこれ冷静に。これ冷静に。冷静に。ここに物資があります。オッケーオッケー。まだ弾の数はあるから、これちゃんとな。ちゃんとやろう。あー、ダットサイト欲しい。ちょっと見えん、これ。ナイス！おかわり。このおかわりでかい。このおかわり外でかい。ちゃんとさ、やっぱ手元の動画だから、お前らにさ、いいもん見せてやりてえんだよ、俺は。取った？ナイスナイスナイス。これは勝った。これ完全に勝った。おれーや！ここには、まだいるやろがい！こんなもんじゃねえだろ、サッカー場はよ。なあ。これで終わりってことはねえだろ、サッカー場は。魔境サッカー場は。なあ。と言いつつ、一旦ちょっと予兆はあるか、終わりの予兆はあるか、これ。95枚。これは、もらう。よっしゃ、おれ。一旦、M27 を、M27 いらない。27、いいね。27から、そして弾もしっかり押さえていくと。M27 と、ごっくん。27のごっくんは熱いね、これね。27をごっくんしていって、捨て。これ、せやすか、これ、マジで。それは熱い。勝ち申した。どうすか、まあ、ちょっとね、僕あの身長が181センチあるんで、ちょっとキッズたちはこの配置した場合、指の長さがね、足りてない可能性もあるんですが、ただまあ若干それでも伝わってほしい。この配置はね、あの僕の友人の京都大学人間工学部友人の人の友人がね、に頼んでこう作ってもらった、すごい、まあ、人間工学に基づいたね、配置なんですよ。最もまあ右利きであれば、やりやすいような配置になってるんで、ちょっとね、みんなおすすめしたいなと。学んでください。ここから学んで、皆さん。うお！ザー！何が人間工学じゃ！退学しろ。絶対勝つからな、ほんまにおめえら。あ、いる。しー、ああいうさ、インチキ野郎ばっかだからダメなの、サッカー場は。誠実にやれ、俺と誠実に。なあ。はい、キルパク美味しい！キルパク最高！で、ガソリンしっかり回収してって、危なそうなのを回収してって。あー、キルパクして、キルパクして！まあいいだろう。あいつあげよう。あの獲物は、ナイス、素晴らしい。それ、あー、違う、一旦、よし、こっから始まるよ、俺の物語は。こっからだよ、俺の物語、マジで。あと、左にバカ1で、右にバカ1だよね、これね。ちゃんとさ、手元らしい。手元取らな。なんでニスコじゃない。なんでニスコつくんだ、このクソ。お前キルパクしやがった、こいつマジで最悪だな、本当に。人として信じがたい。同じ荒野プレイヤーとして最悪の行為をキルパクするの、本当に。ジュテルさん、ああいう俺の獲物をキルパクする、ああいう無残なねことをしてくる残酷非道、暴虐非道な限りだよ、本当に。これ絶対倒すわ。一旦脅かすか。一旦ちょっと脅かして、いや、残念だ。このガソリン細いな、縦で見るガソリン。さあどう行こうかな、この状況。若干直帰ないときついか。軽く素顔出したいが攻めてこない。攻める気配一切なし。なるほど。ではこっちから行こうか。ほーん、あーん、取れない。まずい、これはまずい。しゃら、冷静に行こう。あー違う、ごめんな。そう、ネズミ、誰がネズミ行こうじゃボケ。はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。ちょ、マジでこれ、このシリなんとかなんねえの、これ。なんなの、このシリ。人がせっかくちゃんと本気でやってる中。でも、いるんだよな、まだ。いるんだよな、そこに。あっしょれー、そういうことよ。先に顔出した方が、まあ、エイムの餌食になると、俺の。
多分さっきここで慢心して負けたんだよね。さっきここで調子乗ってなんかリコイル調整やなんやらなんか教えちゃってね、あのやっぱ慢心できない。いるわ。あいつうめえな。あいつ、いやーこのラスト1超えたいな。ラスト1人がサッカー場結構強い説よくあるからな。おっしょれー、オジポンから学んだ。しゃがんで平際打つといいですよって。やっぱあいついいこと言うな。よかった、ちゃんとなんか手元動画でそれなりにいいものをお見せできてるような気がするわ。そこが個人的に気にしてます。ちょっと多少ないし、みんなの参考になってほしいなと思いますわ。でしっかりここでやっとこれで物資もまくれると。よーよーよー、いいねいいねいいね。そういうこと、そうニスコばっかいらねえって。本当にこれ何なの、このニスコ吸い付く仕様。ダイソンみたいに吸い付くな、これな。最近買ったんですよ、個人的に。ダイソンの掃除機結構ね吸いがいいです。おすすめします皆さん。ちょっと高いんですけど、ダイソンの掃除機。もしもなんかダイソンまだだよっていうダイソン童貞の方いたらちょっとおすすめします。ダイソン結構いいです。あーもうまだいるかー、まだいるかー。これどこだ、これどこだ、これあと1。これさ330のあそこね。またこのポジか、またしゃがみポジからのポジ取り合戦なのこれ。またこれポジ取り合戦入ってんな。いやー集中集中集中、これ冷静に集中していこう。あいつどういう動きしてる、なんだろう、忍者みたいな動き。これまずいな、完全にあいつ忍者だな。まさか忍者来るか、ついにこのサッカー場に忍者が来ると思わなかったな俺。ただ無理にここでやり合う必要もないんだよな。ああいうやばそうな動きしてくるやつたら、ここでやんねえと男が去る。ただここで死ぬのとまた、いや、やる。いやー、うやべやべ、あいつやべえな。これさ、あえてのニスコあり？ニスコ単発、この新たなちょっと可能性信じる？ニスコ単発の極意。絶対ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、これ絶対ダメ。あぶね、直感で信じた。絶対ダメだこれ。いやーだ、あいつ、いい動きしてからさ、これちょっと怠慢っぽいんだよな。ああいう猛者とやっぱ怠慢して、なんぼなわけよ。うわ、すん逃げてー、超逃げてー、超逃げてー、スナイパー相手に。ここで勝ったらマジでかっこいいっしょ。これぞ手元動画でしょ。ここで逃げるようなやつの手元動画見たくないでしょ誰も。これちょっと見て、しゃがみで合わせて、今入ったろ、今結構入ってるはず。これは絶対今入ってる、このスーパーサッカー場タイマンムーブ。弾がね、うわー、 AK モード、 AK モードはちょっとこれあと7発で決めたい。あと7発で、あいつ、なんで俺野良でこのタイマンやってんだよ、よくわかんないやつと。誰だあいつ、そもそも。なんで俺あんなよくわかんないやつタイマン張ってんだよ、マジで。うますぎ、うますぎ、うますぎ。あいつ、これ絶、ふっしゃ、おら！なめんじゃねえぞ、マジでな。あいつ、あんま生きってると、ほんとに。あ、完全ぶち切れたわ。完全この細かきたわ。え？グレか。届かないんだよな、そのグレ。完全に切ってるから、俺の最終兵器ニスコ AK でいくわ。久々だな俺をこんなに怒らせているプレイヤーは。この俺のな、ニスコ AK の封印解くとはなかなかよ。よし、そこね、その1。よっしゃらっしゃらっ、ちゃったるったー、これが手元動画。あー、完璧、幸せ幸せ。荒野行動、こんなおもろいゲームだったんだな。ほんとこのゲームおもろい、マジで。マジか、取れてるよな、マジ、もうマジ神。あー、俺の努力が報われたよー。上手くなったかな俺、ちょっとは、ちょっとは鬼が上手くなったなってこれ言ってもらえっかな、これ。
わーマジ超楽しい、超楽しい。もうこういう、あーいい武器あったわこれ。あこれとはもっと早かったわ。ああいうの体ありって言うんだろうな、まさに。あもうやだやだ、ほんとにくだらん。マジでお前ふざけんじゃねえぞ、ほんとにな。ほんとにゴミばっか来やがって後ろからよ、ほんまに。くだらん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 。クソゲー、あクソゲーこのゲーム。以上オニアの、手元動画でした。まだね修行は足りてないんですが、今後も頑張ります。毒ガス強